やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。愛媛、高知、あと九州も、かな。ね。震度6弱の大きな地震がありまして。それと、あと、なんか同じ日に長野で震度3があった。あと、まあ、書かなかったけど、フィリピンでね、噴火があったっていうことで。なんか、この辺の言葉だなおかなと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法動画概要欄に書いてあります。で私も商工先生も受け付けてます。40歳以上に特化したマッチングサービスのマチュール、会員様増えてるので、ぜひご活用ください。そしてズバット太郎とズバット叶える手帳、浄化用の岩塩ですね。販売してて、特に今、超お得なセットがあって、岩塩と手帳の1000円くらい、ね、ビタセットがあるので、ぜひ一緒に願いを叶えましょう。はい。さて、ね、大きな地震びっくりしますよね。まずはね、被災された方にお見舞い申し上げます。いや、6はでかいって。5でも、ひゃーってなるのに、怖くて怖くてしょうがない。6なんてちょっと私6の体験はないので。千葉でも頻発してた時占ったじゃない。あと似たような感じで占いますね。愛媛高知の今回の地震と関係があるのはどれか。能登半島。同じ日の長野。長野だとするとなんかね、中央構造線なんだよね。南海トラフっていうより、これとこれなんか繋がってんだよね。そう。で、千葉のあの頻発してたのと関係があるのか。フィリピンだよね。フィリピンの噴火。あれ、インドネシアだっけ？ちょっと待って、今調べたらさ、インドネシアだっけ？インドネシアだった、やだす。インドネシアだった。すいません。なんか占う前に気づいてよかった。なんか違うかもと思って。インドネシアの噴火でした。インドネシアの噴火と関係があるのか。なんか大変なことになってるけど、本当に。で、その他、インドネシアの噴火も、さらにひどくなるようだったら占いますね。なんかリクエストあったら書いてください。で、今後1年以内に最大震度いくつまでこの辺でまた可能性があるか。今後1年以内に南海トラフを引き起こす可能性は、震度6とか言ったら、ね、なんか、南海トラフ言っても、南海トラフって、何をもって南海トラフって言うんだろうね。これは違うのかみたいな。震度、あくま、7とか、とんでもない、もっと、そんなはずだみたいな感じなのかね。で、1年以内に津波を引き起こす可能性はあるか。で、2024年、この愛媛高知の地震に関して何月、まあ、注意か、っていうことで、はい、占おうと思います。最初に言っとかないと。4月の地震予想、ね。4月の地震、毎月恒例の、あれで、よりによってですね、中国、四国、九州が一番、安全っていうか、可能性が低いって私言ったんですよ。そのよりによったその地域で起きたので、どういう意味だろうみたいなのを、なんか、ぐるぐる考えてる。外したのか、何なのか。いや、さらに、何、もっと警戒しろよって言ってんのか。何なんだろうと思って。はい、で、愛媛高知の地震と関係があるのは、1、2、3、4、5、どれか。能登半島と関係があるのか。長野と関係があるのか。千葉。インドネシア。これは肯定するカードとか、あと破壊的なカードとかかね。来てるなら。難しいよね。これなんか、悪いものを占うじゃない。悪い相関じゃない。難しいよね。5枚ね。1、2、3、4、5。太陽。千葉。ズバッと出ました。むちゃくちゃ相関強そうなのは千葉だけど、この辺もそうよ。インドネシアは違うかな。ちょっとね、うん。弱気なカードが出たので。で、その他もなんかありそうだけど、一番は千葉かな。で、長野、能登半島も若干、うん、無関係ではなさそう。なんか、そうなってくると千葉も長野も能登半島も愛媛も関係、相関みんなありますとか言われると、ってなるね、うん。千葉、太陽か、すごい関係ありそうだな。
で、じゃあ千葉も注意しな、引き続き注意しなきゃいけないか。っていうことは、そう、何、その辺だよね、もうほぼ、もう、太平洋側一帯。あ、でも、能登半島もっていうともう、日本全国もう、全部注意しろみたいなことね。で、今後1年以内に震度、最大震度いくつまで可能性があるか。これはちょっとダイヤルかな、で、あの、4、5、待って、うん。6の弱強。7って弱強があるの？よく、7まで行くとよくわかんないけど、4、5、だから6の1、2段階、7の1、2段階、だから6択。はい。4、5! ああ、5か。あ、6、6弱も怪しい。うわあ、そうだなあ。ズバッと出ました。悪いカード。悪いで言うと、ここからここまでよ。確実にあるだろうみたいなのは5。で、いや、これも結構全部、6弱、5から6弱はもう一回くらいあるかもね。で、うん、最悪この辺も不安定なカードが出てるので、これ6強。で、これが7弱。いや、ここまで行くと本当南海トラフレベルだね。だから最悪って書いてある。最悪、6強から7弱も、一応ネガティブカードが出てたので、明るいカードではないので、可能性としてね、ゼロではないよっていう意味で書いとく。で、これもダイヤルからでいいか。今後1年以内に南海トラフを引き起こす可能性は、いや、小あるかなにしよっかな。迷うね。どっちのカードを使おうかね。すごく迷うよね。1年以内に南海トラフ。これはまあ、もう悪いカードで、ズバリ。1年以内に南海トラフ。ズボッと出ました。そうだなぁ。キーのカードはワンドのキングでの逆だから。まあ確かに若干ネガティブカードであるけど、超あるかなだよね。カップの3の逆とか。この辺はいいカードだし。いやー、なんかそこまで強い可能性とは言わない。まあなんか8、9割型起きそうねみたいな、そんなに強くはない。だがしかし一応キーのカードはネガティブだったので、これさ、千葉の時なんどのくらいって言ったっけ私、五分五分とか言ったっけ、で、ごめんねって、五分五分だなんて一番なんかモヤモヤする回答だよねって言いながら言ったような気がするんだけど、今回も五分五分とか言って、大丈夫怒られない、なんた、本当になんか五分五分みたいな感じがするんだもん、いいカード悪いカード半々くらいで。50% みたいな。どっちやねんみたいな。高くも低くもない。ほんと、真ん中のとこって感じ。で、今後1年以内に津波を引き起こす可能性。南海トラフじゃなくて、もう、南海トラフでもな、あの、ま、何なんであれ、なんであれ津波は大丈夫ですか？では、水系の悪いカードとか、かね。うん。あ、でも日本って大体、ね、人口のほとんどが低いところに住んでるから、ねえ、みんな、ね、今さら、高いところに住んでって言ってもさ、そんな、家を、ね、捨てて早々引っ越せないから、難しいよね。でも、何、過去の歴史でもさ、人類、日本でなんかいろいろ津波とかあったと思うのよ。でも、それがあったとしてもまた、海辺に住んできたの。そのくらい、まあなんか、離れらんないんだろうね。難しいよね。
文化とかね、仕事とかあるからね。はい、津波。これは結構悪いカードが出たので、ズバッと。これはさっきよりだいぶ高いでしょ、可能性。世界の逆に皇帝の逆でしょ、大あるかなって言って。で、ペンタクルの2もさ、逆もこれ水のカードが不安定だから。これは高いです。これは、この 80% って高めに言っときます。はい、高い。で、2024年、この愛媛、高知の、今回のこの、地震に関して、何月が注意か。千葉の時も同じことがあったんだけど、結果を覚えていないんですよ。残念なことに私の記憶が。でも見直さないままやっちゃうけど、連動してんのかな。2024年でしょ？まあでも1年くらい見とくか。5、6。今4月です。4、5。あ、解放のカード。これは良くない。4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4。あ、切り込まなかった。ズバッと出ました。ズバッと出たのかどうかわかんないけど。なんか、特に気になるのは、まず、5月。2024年の5月と、8、9かな ?8、9月。あとは、2025年の2、3月。で、プラス、水っぽいカードいくよ。水のカード。4。6、7、11、来年の1、3、4。水気のあるカードを書き出してみたけど。このね、キーのカードが均衡を保ってるんだよ。ギリギリの何かを保ってるんだろうね。なんか、緊張感が、で、対策中点にタワーが出てるので、もうなんか、それが崩れるときはもうほんと神の溝知るみたいな、こんな占いなんてもう無力ね、無効化されちゃうくらいなんだろうけど、とりあえず今日の結果、あくまで占いです。はい、あの今回も愛媛高知安全って言ったじゃんってあの結構書かれました。すいません、ほんとすいませんなんですけど、あくまで占いなんで、で、まず、関係があるのは、千葉がめちゃくちゃ関係ありそうだった、太陽。で、あと、能登半島と長野と、その他も関係ありそうだった。インドネシアは関係ないかなと。で、今後1年以内に最大震度いくつまで可能性がある。確実は震度5から6弱。あ、結構悪いカードだったので、あるかな。で、ただ、6強、読めないね、これ。6強から7弱も、あの、ちょっと不安定なカードが出ていたので、これも 0% じゃないよっていう表現で言っときます。で、1年以内に南海トラフを引き起こす可能性、これはちょっと、半々。ごめんなさい。はっきりしない。ただ、津波は高かった。これは高確率でなんかあるかなと思った。で、2024年、この愛媛、高知の地震に関して何月が注意か。単純に悪いカードだと、5月、8、9月、あと来年の2、3月。で、水のカード、ね、なんか津波って出たから、水気のあるカードを出し、あの、全部抽出したら、2024年は4、6、7、11月。2025年は1、3、4月。みたいな感じです。はい。いつかは起きる地震、大地震、備えていきましょう。ね。ピリッとちょっと、こういうのはね、気を引き締めて、シミュレーションしていきましょうね。はい。では、じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。